今回は人類最後のマスターがあの一家だったらに対するユーザーの反応を紹介します。人類最後のマスターではないけど、マスター適性や霊視と適性があったため家族ごと拉致られてしまった5歳児の原慎之介。一人だけで拉致っても南極まで押しかけてくるぞ、あの家族。慎之介ジャングルだらけ。をまた変なお名前。元の名前誰だ。多分ジャンヌ。切れながら訂正してる。ジャンヌが見える見える。ジャンヌジャングルなわけないでしょう。生えてないわよそんなもの。ジャンヌエ、マジュエ、フジマルン、サンタ。ジャンヌ違う。ちょっとだけ残してそう。絶対最初のサーバントに出てきたブリブリザイモンが即裏切って全員に蹴られる。慎之介のファーストサーバントは絶対にこの人。泣いちゃう。クレシン世界では史実の武士だしな、この人。しかも死の運命を先延ばしにして守るべきものを守ったっつーとんでもねえ逸話持ちになる。運命と歴史の修正力って残酷よね。徐々に顔の正義なくなっていくのが本当にきつい。本当にこのシーンにまでも死ねよ。カルデアでの初召喚で再会したらみんな大泣きだよ。生前の時点でしんちゃんと知り合いだからな。触媒なしで異例召喚したら縁が強すぎてこの人しかいないって感じだろうな。言ってて思ったけど吹雪丸はどうだろ。吹雪丸は出会った歴史がなくなっちゃったからな。異文体。そらこの人しか考えられんわな。しかも本編のしんのすけって剣道クソ強くなったはずだし、二人の手合わせとか見れるなら胸熱。カルデアのシミュレータで二人で稽古してそう。うちのマスターすげえってなるサバたち。一回くらい切り合ってみたいなとうずうずしてるわサバたち。それはそれとして自分の剣を教えてみる。無妙読み弾付き、秘剣ツバメ返しを習得したしんちゃんとな。しんちゃん小次郎直伝の秘剣ツバメ返しだぞ。ところでしんちゃんは二刀流はいける口だろうか。しんちゃんうおう綺麗なお姉さん。お姉さんも刀やってる人？オラの見たとこ、二刀流の人みたいだぞ。武蔵ちゃん、しんちゃんも二刀流習ってみる？習い始めそうな流れはある。でも後々、またべいさんじゃなくて今度は武蔵ちゃんとの別れが。念願のしんのすけの時代を見たまたべいさん。でも人類史修復という目にかつての恩を返すために金長寿やってる？するのか。それはそれとしてカルデアの現代設備には興味津々だし現代飯は満喫する。ビールをまた飲めてしかも現代でテンション上がるおまたのおじさん。しかし野原一家とまた酒を飲めるとは思わなかったと語るおじさん。うなずく野原一家、しんみりする空気。え、知り合い？現代人と戦国時代の武士が？って頭宇宙猫になるカルデアの面々と英霊たち。さすがに5歳児一人だといろいろときついものが、家族ごと拉致られてしまった、勝ったわ。アーチャーのアクション仮面。アサシンのブリブリザエモン。キャスターのトッペマ。ヒロシエ、ナイチンゲール？あの有名な白衣の天使に見てもらえるなんて光栄だな。デレデレじゃあミサエヘ、ひまわりヘ。しんのすけ、お前、逃げるのか。お前偉いんだろ、だからこんなことになったんだぞ。なのに逃げるのか。これそのままどっかの得意点のボスとか相手に流用しても違和感なさそう。異文体の王そのものが逃げた者たちじゃない。ずる空想寿をしているし、なぜか弓クラスで召喚された30分前の小学生。めっちゃ弱そう。放っといてよ、僕だって好きで召喚されたわけじゃないんだからさ。助けてどまるえもん。アベンジャー枠でケンチャコ召喚されてほしい。ケンとチャコが出てくるのは熱いな。かつて未来平成を否定した二人が未来を取り戻す物語に手を貸すのは見たい。なぜかヘラクレス相手に普通に追いかけっこが成立しているの原一家。多分ヘンダーランドみたいなノリで白身の鬼ごっこを繰り広げてくれるに違いない。ヒロシの名刺に騙されるヘラクレス。ダヴィンチの原くんたちのトレーニングメニューを考案するにあたって過去の彼らの動きを分析しようと思うんだ。付き合ってくれるかい？ロマにもちろんさ。彼らを巻き込んでしまった以上、少しでもフォローしないとね。ヘンダーランド追いかけっこシーン鑑賞中。ダヴィンチあの一家、すでに人間の動きじゃなくない？ロマにというかそもそもこの状況は何？これどこかの得意点の記録じゃないよね。ミサエまたあんたは勝手なことして、思考グリグリがダメ。しんのすけあへスカサハホー、あの女意外と見どころがあるな。スカサハこれをやろう。ミサイル、ミサイミサイです。これは？スカサハゲイボルグをもう一本こしらえたのでな。しばらくしたら、しんのすけの危機に気合で神明解放するミサイの勇士が。しばらくは扱いを覚えるために師匠とマンツーマンで稽古してそうだな。空風林図とおじきが初日はまあまあボロボロになってるミサイに気の毒に。って思いながらちょっと少し手を貸すかって次の日見に行ったら、あれ？もういい線行ってるぞ。あの師匠と打ち合えるとかおかしいぞ。ってなってる。だって、あのしんちゃんの母親だぜ。
戦国では真剣相手に息子守った女だぞ。普通の円満な家庭が英霊たちに刺さりまくるな。まずグザにとてつもなく刺さると思うんですよ。藤丸の独体性を貫通するヒロシの靴下。将来的に英雄の素質がある5歳。弱小感に応じて参上したわん。今度は前みたいに騙されて悪いことしたりしないわよ。ヒロシそういやこいつ魔人だったな。しんのすけなんでまたおかま言葉なの。弱千年以上もたまたま取られてたせいでそっちで馴染んじゃって。あとあんたたちとはこっちの姿の方が縁があるからそれに引っ張られたみたい。で、はっ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 ははよくやったと言っておこうか。カルデアの諸君だが私にはまだ聖杯があるのだ。おまたのおじさんぬう。レフそう、聖杯があれ？ひまわりたい。しんのすけや、ひままた聖杯拾ってきたの？もう、キラキラしてるからって勝手に取ってきちゃダメだぞ。おまたのおじさん。レフ。おまたのおじさんまあなんだ気の毒だがこれも戦、観念なされよずんばらり。レフチックショー。天草がよからぬことをひらめきかねん。男の娘か無性別系のサバにデレデレした後に女の子じゃないって言われてショック受けるしんちゃんみたいけど、しんちゃんって似たようなこと経験してそうだな。待てよ、しんちゃんって映画のあれやこれやを見てるとプリアのクラスカードインクルードができればめちゃくちゃ戦力にならない？村正とダヴィンチちゃんとかがそういう大七陣繰り返し丸みたいた刀用意してくれるかも。抜刀したら刀に合わせて本人も大人しんちゃんになる仕様で。玉もシリーズに対しての反応予想。玉も矢印綺麗なお姉さんとして近づくが本能的に危険だと察知してあまりデレデレしない。キャット矢印お友達枠で普通に仲良くしてキャットちゃんと呼ぶ。小屋矢印お化粧が濃いおばさん枠としてあまりデレデレしない。映画の敵受幹部の対応なんよ。BB や桜ファイブプロテア除くにもそうしそう。その一方でネロシリーズには綺麗なお姉さんとしてモーションかけそうだしアルテラとは普通に友達になりそう。うん、国際が黒幕のイベントありそう。配布は春日吹雪丸。まあ映画一本ごとにこういう妄想できるけどね。しんのすけ王、綺麗なお姉さん。ダヴィンチ親、小さいながらに見る目があるじゃないか。そうだろうそうだろう、私のこの姿は綺麗だろう。ミサイ本当にお綺麗ですね。どうやったらそんな風になれるんです？ダヴィンチなーに、ちょっと自分の理想の女性へのイメージを明確化させてそれに合わせて性転換含めた自己改造を施すだけさ。ミサイ派？ロマにダメージが浅いうちに言っておきますけど、レオナルドはもともと男ですよ。しんのすけ、オカマ？ダヴィンチ違うよ。男だった自分を改造して完璧な女性体へと仕立て上げたのさ。しんのすけ理解が追いつかない5歳児。宇宙猫になってるの腹いっか。ヒロシしんのすけは剣、ミサイは槍、ヒマはアサシン適性がある、じゃあ俺は。ダヴィンチちゃんやヒロシくん、またベイくんの話を聞いて用意したものがあるだけど興味あるかな？ヒロシお、なになに？ヒロシ車ですか。ダヴィンチちゃん一見ただの車だけど中身は別物だよ。GX サイとかトライドロンとかデロリアンとかああいうヤバいやつだろそれ。オラの花嫁でもロボット動かして金ありますぞーと戦ってたし、ライダー適性高いか。ヒロシなんだかんだ、神様や英雄がいるってのも慣れてきたけど。ギルガメッシュなんだ雑種よ。許可なく俺を仰ぎ見るなど不敬であろう。ヒロシ、いえいえ申し訳ございません。王様の気分を害そうなどと滅相もヘコヘコ。ヒロシどう見てもあの人、取引先の会長さんそっくりなんだけどまさかなあだって召喚されるのって大昔の人だよな。ギルガメッシュまあ良いわ。次は接待抜きのゴルフにでも興じぬか、ヒロシよぼそ。ヒロシ？ギルガメッシュ、はははは。は米人類3000年の熱量を持って消滅しろ。ヒロシ家族のため暑い日も寒い日も栄養マンとして外回りしてきたサラリーマンの靴下を喰らいやがれ。で、なんだこれは？ロマにまさか攻撃がずれた？しんのすけ父ちゃんかっこいい。ロマにそういえば、彼らに聖杯のことは説明したかい？ダヴィンチは、言われてみればまだだったね。ロマに彼らは一般人だ。どんな願いでも叶うなんて触れ込みの聖杯については釘を刺しておかないといけない。協力してもらっている手前、あまり口うるさいことは言いたくないんだけどね。ヒロシはまたそういうやつですか。大丈夫ですよ。別に欲しがったりして目がくらんだりしませんから疲れた目。ロマにえ？それは話が早くて助かえ、また？ミサイ今までそういうのに巻き込まれてひどい目に遭ってきましたから遠い目。しんのすけでもうら、魔人さんにお願いしていっちゃんのサインもらったぞ。オキタオルタしんのすけのところにも魔人さんがいるのか。びっくり。X オルタでは私のサインもあげましょう。その代わりにチョコビください。ダヴィンチ魔術界隈にいる私たちよりこの一家の方が超常的案件の経験値高くない？クレシンの映画自体が割とファンタジー寄りなせいでフェイトと絡んでもあんまり違和感ないのマジで笑うんよ。